ああやってね、カメにずらって並んでいる。シンプルなんやけども、そばの収益。ひょっとして。しっかりめの技だ。どうも、なとこです。今回、新橋に来ました。今回紹介するお店がこちら。ということで、この大路寺なんやけども、ここめちゃくちゃすごいのよ。で、何がすごいって、まず、食べログ居酒屋百名店2021っていうのがあるんやけど、その2021の中でも最も表彰される居酒屋百選の中の一つにこの大路寺選ばれてるのよ。だからもう、すごい人気で認められた居酒屋なんやけど、さらに何がすごいってここ、ほぼ全品お酒料理300円っていうすごいお店なの。なんか普通さ、まあ、100m とか選べるところって、まあ、すごいクオリティが高いんやけども、じゃあその300品質とかそんなないねんけど、ここだけ結構特殊で、全品ほぼ300円にもかかわらずその 100m でも選ばれるっていうぐらいすごい居酒屋なんよ。これは来たいと思って来ました。で、前回ちょっと来たら5時に来たら満席でまさかの入れないという事態が起きて、今回ちょっとね4時にトライするっていうのでね、入れることになったので、今日はここを紹介したいと思います。絶対酒飲みのみんな好きやと思うので、よかったら来てください。ということで行ってきます。はい、ということでね、来ましたよ。前回来た時来れなかったから4時ジャストに来たけど、もう4時になった瞬間に数客が来てくれて、やばない4時なんて、すごいよね。まあね、まあ前も来たけども、ここはもうあの基本全品300円ってので、まあ、メニューがドリンクこんな感じになってて、一部違うのあるんやけども、このビールとかは450円やけど、まあ基本的にはこの300円でされてると。で、料理に関してが、まあ、壁にあって、ああやってね壁にずらって並んでるんやけど、まあ、全品300円税抜きって書いてあって、ここにあるやつが全部300品っていう最高な飲み屋でございます。じゃあもう早速飲んでいきますか。そうしましょう。いやもうね、前回ちょっと軽くしか食べれなかったから、今回ちょっといろいろ頼んで、とりあえずメンチカツとハムカツはもう名物やから、もう一旦それ頼みつつも、あと追加でいろいろ頼んでいこうと思います。いただきますか。4時から飲むという背徳感、初やな、俺らが4時から飲むって、この撮影で。今まで最速だね。ね、いいっすか、もういいよ、とりあえず。いいよ、疲れ。うまっ。うまいね。時間合いまくです。うまさが上乗せされるっていうね。そう、いやーまあマジでな。でもここほんまにだから、さっきパッと見せたと思うけど、料理がだからまあ30ちょいぐらいあるかな。からまあ悩むけど、ちょっといろいろ頼んでいきます。楽しみ。てか今気づいたんやけどさ、グラスがね、ここのオリジナルやった大路寺食べますか。ちょっとね、一個来たので紹介します。こちら、こちらがですね、マグロのブツです。でけえ。あと色がすごい綺麗。こっちはお通しのナムル。ちょっと一旦ナムルいくか。リュウがもうさっき食べたんやけど、16時にふさわしい味って開始の音があった。食べたら始まりの合図がしたよ。始まりの味する。やらへんな。ごま油効いてるけど、これから始まりますっていう予兆、予兆の味するわ。どんなレポートやねん。てかマジですごいんやけど、もう俺ら含めて4組で半分は早い。まだ多分4時10分とかやね、今相手そんな立ってないよね。ね、びっくり、マジすごいね。ブツも食べよう。なんかこれの若干色が違うよね。たまたまかな、ちょっと部位が違う、ちょっとちゃうんやろね。こっちが赤身で、こっちがねちょっとピンクとなってるけど、でけえ、1個がでけえのよ。この肉厚感が伝わってほしい。いただきます。うまいわ。財布気にせんでいい感じが。またやのに100名店ってやっぱマジですごいと思うけど、初めて聞いたわ。そんななんか300均一の100名店ってめっちゃ愛されてるんやろうけど、いやー他にもね頼んだから早く来んかな。ちょっと待ちます。やべえぜ、やばいよ。ワクワクしてる。ワクワクしてるね。見てください。まずこっちが、まあ、シンプルなんやけども、サバの塩焼き。まずでけえ、300円かっていう大きさと、めちゃくちゃ脂乗ってそうだね。いい匂いする。めちゃくちゃいい匂いする。で、あとこっちが、ここそのメンチカツとハムカツが、まあ、名物と言われてて、通常片方頼むと、それぞれが1個1個。だからメンチカツ単品1つ出たらメンチカツ2つつくんやけど、まあ盛り合わせもできるっていうことで、こっちがメンチカツ。こっちがね、ハムカツっていう感じなんやけども、ちょっと大きさが伝わるかわからないけど、めっちゃでかいね。そうだね。こうやったらわかるから、触る、さ、伝わるでしょうか。触ってほしい。この間これをやってたら、なんか羽田一番食堂のサムネ、なんか一味落ちたんっていうコメント来て、違うと思う。比べたかったんやってましたけど、すごい大きい。しかも、ね、
が優しい、ちゃんと4つに分けてくれてるから食いやすい。じゃあ行くか。やっぱハムカツっすね。もう今ハムカツをビールで流し込みたい。もうそれはソースかかってるから、いちいちこうかける動作もないから楽だわ。こんな感じでございます。さあどうでしょう、この分厚い、分厚いよね、この分厚さマジで伝わってほしい。やっぱね、ソースの香りも伝わってほしい ね。ちょっと待って、マジで人気すぎ。それ前回5時に来て撮影できひんわ。いただきます。ちょっと俺もう一回見て、肉厚がすごい。あと外がね、マジ衣サクサク。行ったね。ほら、行く。うまいわ。やっぱ美味しい。もうちょっとおかわりします。今日飲みすぎ匂いだけ気付けとほんまに怖いけど、じゃあおかわりするわ。次何しようかな。あ、ちょっと次なんか別の考えます。ちょっとね、ハムカツとかその辺食べたらね、すっきりしてるやつ飲みたくなっちゃって2杯目これにした。男梅サワーでも、まあ、一応例えばもし日本酒行きたい人とかやったら、まあ、ここにこうやってあって、なんかね、まああんま俺わからんねんけど、この3種類があって、これもまあ300円とか、まあ、焼酎もあったりとかっていうラインナップになってます。ちょっとさっきね、割とちょっとざっくり基本的に300円でつって言っちゃったから、まあちょっと簡単な、まあちょっと詳細でした。じゃあ行くか。俺はね、もう若干怖えのよ。前回来た、一緒に来た時にあれはたまたまなのか分からんけど、なんかめっちゃ硬かったよね。すごかった。結構硬っ。なんか2軒目で来てトマトサワーですっきりしたくて飲んだら硬ってなったけど、飛びたら困った。お怒りだそう。すいませんでした。なんで今回大丈夫かな。でも分からん、男梅サワーのこれシロップなのか分からんけど、ね、これ結構入ってて梅の酸味があるから分からんけど、多分前回ほどじゃないんじゃないか。前回何やったんやろマジで。じゃあとか言ってね、もしかしたら怖いかもしれないけど、ちょっと他のやつ食べたいから食べようぜ。こっち行きますか。よし、じゃあ次メンチカツ行くか。こっちはね、カレー風味になってるよね。だからこんな感じに匂いがめっちゃカレーなのよ。そそられる ね。うまいぞ。あとで日本酒も行こう。いただきます。うまい。やっぱマジででかい。口の中に占めるカツの割合がすごい。でもメンチカツはみんなが多分思ってる、いわゆるメンチカツに比べるとどっちかっていうとホロホロな感じかな、個人的には。あー、うまいけど分かんない。もしかしたら濃いかも。酒飲み優しいということで、ちょっとサバも行こうかな。光ってるね。ね、すごい。でもマジで肉厚やなこれ。でかいな。でけえ。300円か。結構脂乗ってるね。おいしそう。いや、このしずる感伝わってほしいけど、ここの照り、この感じわかります？触るでしょ。テンション上がるぜ。サバマジで魚多分一番好きやからな。ちょっと醤油を。いつも定食やったらサバ頼んじゃうんよな。サバ好きだったのね。めっちゃサバ好き。いや、うまー、うまー。油が乗ってます。めちゃくちゃ美味しいわ。なんかマジでさ、百名店っていうところにランクインしてるからさ、なんやろな、これ出てくる一つ一つのフードの安心感がめっちゃすごいんやけど、説得力があるからさ、やっぱうまっ。これ男の店は行ったけど、日本酒行きたくなるな。まあまあ、まだ時間あるからね、ちょっと堪能するわ。うまい。いや、でかい、もう最後。それは何おかわりしたの。玉露入りお茶割り。この前めっちゃ濃かった、ね、そうやね。いただきます。濃いよ。嘘。嘘マジで。あれ、じゃあ俺男梅サワーのあれでごまかされてるのか。嘘やん。嘘ほんまに。混ぜてるやんな。混ぜた。あ、買って買って。俺や思い出したよこの前。これなるほど。じゃあやっぱ硬いわ。俺前回トマトサワーを確か頼んだんやけど、それも硬かったけど。なるほど。トマトサワーと思えないぐらい濃かったよ。硬かった。あ、なるほど。いや俺だから今俺全然そんな感じんくて、でお茶割り行ったから、あ、なんかお茶割りがやっぱなんか濃いのかなと思ったけど、じゃあベースが多分濃いわ。硬いわ。別にでもきちんと美味しい範囲での硬さないけど、油断して300円やからとかやってバイバイちゃったら、適当に酔っ払いすぎてる可能性もあるので、まあ迷惑かけない
ないようにやろう、水飲むなり管理はしてもらった方がいいね、体調がね。確かに硬かったありがたい限りです。ありがたい限り、もう俺にとってはありがたい限りで素晴らしい。気づいた、吉田瑠衣さんもここに来てるらしい。追加で頼みました。まあそうやなと思ってさ、他のお客さんが食べてて、こちらニラ玉です。シンプル焼きとめちゃくちゃうまそう。やっぱ多いね、量がなんかしっかり。そうね、何にもする。嘘、うん、湯気が上がってきてる。いただきます。じゃあダメだ、卵ふわふわや、うまっ。おー今日早いね。いやそれないよ、言われてちょっと早いから、お昼ご飯あんまそこまでちょっと食べず、ちょっとすかしてきてるわけよ。整えてきてるわけ、整えてきた結果それは酒進んじゃうやん。ちょっと怖い。美味しいわ。味付けはこうめっちゃ濃いというか、やっぱちょっと優しい感じかな。卵の旨味最初来るけど、後からニラの香りとかあれがめっちゃバンって爆発するけど、なんかやっぱ味付けがね、そんなこう濃くなくて優しい、なんか和食和って感じ。今まで言ってる方がいなくなったから、どうしよう次。よろしい、そうなんよ。それやね、あとお茶割り、お茶割りもちょっとありやけど、お茶怖いなって思って日本酒行こう。ちょっとね、3ついろいろあったけど、一旦この新潟県の東京小町に住みました。こんなことある？ない。いや俺も初めて知った。来たんやけどさ、 量が店員さんの技術が半端じゃないけど、いやガチな表、マジすごい表面張力よね、これ。あの、多分持ってんのよ、ちょっと。もうね、浮いてる。これ持ち上げれないもん、ちょっと行儀あれですけど、ちょっと一旦これを。うまい。あのスパッとでも料理に合うわけど、めっちゃ辛口のやつってもっとバツンできるけど、それに比べたらあの旨味がこう口の中で鼻咲く感じのだけど、こうスパッてる感じだから、まあ食中酒としてもすごい合ってると思う。量やばいね。そうやね、そう、いや俺もねそれ言おうと思って。同じやからな、これも価格が。これ300円か、うん、結構重いからね。定食食う時の水揚げが入ってるけど。ちょっとまあ、 あのマグロと一緒にいただこうかな。よいしょ。やっぱね、日本酒といえば海鮮なんで。ここさ、わさびとかさ、辛さ全部そうだけどさ、めっちゃ辛いんよ。あのボケてないのよ。まあ、結構なくなってきたんやけど、まあ、なんかお互いちょっとまだ食べ足りてないねっていうので、どうしようかってなったら、たまたま意気投合して頼んだのがね、ナスの油味噌ってのがあって頼んだのよ。で来たのよ。え、あれこういう感じなのってなって、ちょっと来たから見て、これがね、あのナスの油味噌なんやって。なんか調べたところによると、味噌を豚の油で炒めてそれを和えてる感じなのかなと Google 先生は言ってた。ここはもしかしたら違うかもしれんけど、沖縄料理の常備菜っていう書き方だったね。なほんまにこれがそうなのかちょっとちゃんと分かってないけど、そうだね、だから豚の油なのかとかは分かんないね、うん、一応 Google で調べたらそう出てくるんで、まあ、ちょっと食べてみるか。マジでさ、お互い思ってなかった道なんでびっくりしたよ ね。こういう感じなんやって、まあ、頼んだ時からあんま想像できなかったけど、あ、薄切りか。でも量多いな、これまたやっぱりしっかり入ってるね。うん、でもやっぱ香りは味噌の匂いがするね。味も想像できる。どうだろう、まあ、分かりやすく味噌合いみたいな感じか。あ、でもうまっ。味噌の味するけど、これがそのなんか、まあ、豚なのかなんか分からんけど、めちゃくちゃ甘い。味噌とは違う、あの油の甘みがある。あ、めっちゃ合う。いや、組み合わせ良さそうだね。めっちゃ組み合わせいい。ちょっともう一個食べていい？組み合わせこれめちゃくちゃいいわ。これだけをずっと食べるとちょっとあのお腹が疲れてくるかも。結構これはしっかりしてたよ。けど、これに酒流し込むと、あ、めっちゃ美味しい。不思議よ。なんかどうやって作ってるのか分からんけど、めちゃくちゃ美味しいです。あの濃厚系なので、このスパッとするあのお酒が合います。ちょっと開けようかな。すごい量入ってたけど、結構パタペースで飲んだね。でもさすがにこれだけをずっと言ったらさすがに危ないので、ちゃんとチェイサーもらいました。これチェイサーね。いや、てか絶対出ないと思うじゃない、酔うと思う。チェイサー大事ですよ。まあまだ飲むか、あるしね。ちょっとまあ頼みます。時刻が今4時54分なんですけど、満席になり、さっきお客さんが返されました。完璧な満席です。すいません満席でーっつって、いや思ったわけよ。そりゃ 俺ら前回撮影行こうと思ってさ、5時に来た時に満席で入れへんわと思って、なんてもういっぱいやもん。
ぱこれ新橋というね、まあ、あの飲んべの聖地と言われるやっぱ街の特徴よ。いやすごいお店は。だからもし来るんやったら早めの方がいいかもね。まあちょっと、お借りします。おおマジで神業。じゃあお互い日本酒の時間になりましたね。引っ張られました。龍はね、俺はもう東京本社なの で俺はね、あのもう一個超辛口の東京四天王寺っていうのがあって、そっちにした。安定の表面張力。店員さんが入れるのが、ね、死ぬほどうまい。でなんかマジ伊勢ためらいないけどスパッと飛びる。すごいやっぱね。あー無理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 。これからね浮いてます。無理無理。よりたく。あの辛でも結構辛口。結構辛い。両方好きやけど食事に合わせるやつ俺は多分東京小町の方が好きやと思う。最初の。うん。うん。後味がすごいわ。ピリッとしてるけどちょっと一方でピリッとしてる気がする。まあまあでもねこのナスに合いますから。うん。ちょっとなんかほんまこれ謎やな。すごい量入ってるよね。めっちゃ入ってる。ただちょっとでいい。あのすごい旨味持ってるからちょっと取りすぎたこれ。これはちょっとずつ食べる感じがいいね。めっちゃ濃厚なのよ。あーでもスパッと切れるね。日本酒っすわ。まあ別にお茶割りとかでもいいと思うけど、まあね相性いいよね。相性いい。めっちゃ相性いい。他にも死ぬほど料理あるからな。まあ本がほんま俺が食べてるのが一部やから、まあいろいろ食べてもらって楽しんで、まあなんか自分の好きな組み合わせ方を見つけてもらうといいんじゃないかなと思います。これまた飲み切るのに時間かかるね。これまあゆっくりチミチミ飲んでいこうと思います。サバがねもうなくなりそうなんで食べようと思うんですけど、皮がうまいんですよ。皮がわかる。これちょっと宗教戦争になるけど、もちろんあの人によって好みがあると思うけども、皮がうめえのよこれが。また身も美味しいけど、たまにな皮食べれへんってしてるけど薄やんみたいな。うまい。いいね。油も日本酒で流していいね。それな普通に今多分カメラ無視して普通ににやけてたわ。でね、まあもうちょっと食べたいなと思って酒2つ頼んだろ。で1個来たからまずは紹介します。こちらもう別に言わんでも大丈夫でしょう。カツオの酒です。絶対うまい。でも鮎も変わらず分厚い。分厚いし量多いしというね。いただきますか。まあ日本酒あるでしょうよ。はい。でもなんか辛口いいんじゃない。間違いない。これもあれやな、かかってんねやね、ポン酢が。多分カツオ酒ってマジな無限に食える気がするのよな。甘いよ。もう結構多めでいいですね。ありがたいね。だから最悪カツオなくなっても玉ねぎとかで飲めるやつよこれ。柔らかいし、玉ねぎに見てもらうと分からないけど、玉ねぎがめちゃくちゃポン酢に浸ってて、でも玉ねぎと一緒に食うとめちゃくちゃうまくなる。ポン酢のね味をダイレクトに感じるやつ。うまい。あただただまさに浸っております。大丈夫今日の動画こんなんで。ちょっとほろ酔いかなっていう顔してるね。ちょっとね日本酒バババって言っちゃったから ねあともう一品ね、あと行きましたよ。めっちゃくちゃこれもねいい匂いしてます。イカワタのボイル焼き。開けてください。まだ俺ら開けてないからね。ただねこっちにあの開け口あるか分かるけどめっちゃ匂いすごい。オープン。うまそう。めっちゃうまそう。匂いがやばいな。うわやばこれ。ちょっと待って、しっかりめの綿だ。おやば。これは日本酒です。これ日本酒やな。めちゃくちゃ不意に今テンション上がったわ。めちゃくちゃ匂いがすごい。これほんまにあの来て頼んでくれたら分かるけど、ここは今めちゃポーってしてるもんな。すごい。ちょっとあーべよ。全国のイカワタファンの皆さん大変申し訳ございません。いるか知らんけど。いやめっちゃいいね。いただきます。すごいね。湯気がいいね。がっつりやな。うわーうまそうこれ。いただきます。うわやばこれ。さっきのナスとはまた違うものすごい綿をしっかり感じる濃厚さ。日本酒っすわ。日本酒っすわ。もうここからブレれない。これが軸です。でも正直ここで終わろうかなと思ってたんやけどさ、怪しくなってきた。いけちゃう。怪しくなってきた。ちょっと要検討で。これはうまい。ぜひ綿がどうしても嫌いとかでなければぜひ。めちゃくちゃ酒飲みの味方。いやめちゃくちゃ人気やから入る難易度は高いけど入れていいお店やね。うまいわ。いやてかさ、そう俺ね前にちょいちょいだけライブ配信とかこなしてたんやけど、
前動画でもしたけどさ、まあ、飲食店やりたいとかいろいろ言ってたと思うけど、飲食店の話はねちゃんと進んでおります。頑張ってます。今物件がちょっとなかなかとかいろいろまああるんやけども、一応着実に前向きに進んでるので、まあ、もうちょい待ってくださいな。夏にはなやりたいけどいけるかな。まあそんな感じで、まあ、あとね俺さいつも同じ服着てると思うんやけど、まあ、経緯はまたおいおい改めてちゃんと動画で説明するんやけど、もう自分がこれずっと長く着たいっていう服が欲しいなと思って、実はねそういう服も今作ってるんですよ。多分夏服になると思うんやけど、めちゃくちゃいいやつをねもう長い間使えるっていう、まあ、俺がマジで欲しかったやつをもうちゃんと形にして作ろうとしてるから、まあここまで見てくれてる人はまあ結構よく見てくれてる視聴者だと思うので、まあよかったらそれもね楽しみにしてください。めちゃくちゃいいの作るから、なんせ俺が一番欲しいと思ったやつを作るので、まあそんな感じでねチラッと番宣でした。はい、ということで、正直理由はたくさんありまして全然ないです。これで終わろうと思ったけど多分終われない、なのでもう一回お借りする。ちょっと想定外やったな。うわ、もう一回日本酒やなこれは。うん、まあでもまあおいおいね、またちょっと動画で改めてまあ店のことだったり服のことやるけども、まあいいものをちゃんと作ろうと思ってるんで、よかったらその辺も応援お願いします。じゃあお願いします。最後ね、あの広島の先発ちょうど3種類やったからで圧巻にしたんやけど、なみなみやわ。めっちゃ湯気出てる。うん、あ、うまっ。これも多分なんかね、どっちかやっぱキリッとしてる方やと思うけど、やっぱ温めてるからさ、さっきの冷やに比べたらだいぶ旨味がキリってるから、やっぱ鼻開く感じやわ。絶対酔っ払うけど落ち着く。ほっとする。また焼きに合うんじゃないですか。 100% 合うね。これさ、まずね、いろいろ食べたけど、メンチカツとか有名っていうし、まあ、名物とも言われてるし、美味しかったけど、これ、ワンチャンダークホースいかわったやと思うんだけど、これもそう思う。日本酒飲めたら、これマジでマストよね。っていうぐらいうまい。まあ、でもさすがにこれ以上いったらちょっとやばいので、これ残ってるね、これチミチミ引きつつ、まあ、残ってるの食べながらで終えようかな。ベロベロだったら元も子もないのでって感じでやっていこうと思います。よう飲み、よう食ったわ。こんなに食った予定じゃなかったもん本来は。日本酒もなんか結構な量飲んでるからね。この前で終わってるはずですしね。今日飲み食いしたわ。まあ、ラストね、最後カツオが一切れだったんでそれ食べて終わります。こんな食うかっていうぐらい食ったわ。これで、これは女からも酒じゃない。でもうまいわやっぱり。普通に腹膨れた。食べたね。結構あれだ。お会計いくらかな。まあ一旦お会計してみるか。はい、はい、じゃあそろそろでは飲めます。ごちそうさまでした。はい、ということでね、お会計しました。ちょっとさ、マジで安すぎんかった。びっくりした。俺たちさ、予想6800円ぐらいかなと思ったわけよ。で、もともと飲み食いしようと思ってた以上に飲み食いしちゃって、いやー、お互いいい妥協、いい点いってるね、みたいな話になってたわけよ。お会計5610円って、2800円やからね、約。衝撃的な安さでした。しかも、あんだけ飲み食いして、普通にまあまあもお腹膨れてるし、で、まあ、ちゃんと酔えてるし、いや、すごいお店やったわ、もう。まあなんかもう、まあ、100名店っていう安心感ありますけど、まあ、それ抜きにしてもね、マジでやっぱ安いし、うまいし、まあそれはこんな早くから人気なるわなっていうね、お店でした。オーロジさん。いやー、しかもね、心よく取材もOKしてくれたから、まあすごい取材もしやすかったし、オーロジはね、予約ができひんの。だから、まあ来るんやったら、マジで早めに来んと、ちょっと入れへん可能性があるけども、まあでもそれでも来る価値があるような、飯塚屋なんで、よかったら来てみてください。どうでした満足度。2時間しっかり飲み食いして、この値段は大満足です。そうやな。びっくりした。そう、俺ら今ね、6時ちょっとなの。2時間。ちゃんと飲み食いしたけど3000いってないっていう。下手なチェーンより安いよ。電卓を2度見したね。あ、本当ですかってなったもんね。うん。まあ、やからね、まあ、新橋来たら、よかったらこのオーロジ来てみてください。多分、酒飲みのみんなはあまりお店だと思います。以上、野田でした。